こんにちは、マッピーフォトのエリナです。今日はフォトショップでキラキラするブラシの作り方についてシェアしていこうと思います。写真やサムネイル、バナーなど作るときに少しキラッとさせて輝いて見せたいときもあると思います。そういうときに使えるキラキラブラシを作っていきます。で、今回は3つのキラキラブラシを見ていこうと思います。で、このチャンネルでは主にフォトショップやライトルームについて基本から学べる動画をアップしています。役に立つやと思った人はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではフォトショップでやっていこうと思います。では一つ目にフォトショップに元からあるキラキラブラシを見ていきます。これは作るわけではなく、フォトショップのツールバーにあるブラシツールの中にあります。ではブラシツールをクリックします。もしない人はこの右下の三角マークのアイコンがあるツールを長押して、そしてこのように探してみてください。そして上のこの大きさを変えるところの右の下三角マークをクリックします。そしてここでブラシを選ぶことができるのですが、下の方に行ってこのレガシーブラシのホルダーの中にあるレガシーブラシをクリックします。そしてこの中にある星のきらめきというのが結構キラキラしているので、一旦押してみるとこんな感じになります。で、ちなみにこのレガシーブラシがない人は右上の歯車マークをクリックして、そしてその中にあるレガシーブラシというのをクリックすれば、このようにレガシーブラシの中にあるブラシが全てフォトショップに入ります。で、こんな感じで、元から入っているブラシでキラッとさせるのは少し想像しているキラキラ感と違うこともあると思います。なのでそういう場合は自分でブラシを作っていきます。では2つ目に光り輝いているようなキラキラブラシを作っていきます。で、ブラシの作り方についてはこちらの動画でアップしているので、詳しく知りたい人はぜひそちらをチェックしてみてください。ではまずフォトショップを開いて新規ファイルをクリックします。そしてここでキャンバスのサイズを選んでいくのですが、今回は幅を1000ピクセル、高さを1000ピクセルにしてウェブ用に作りたいので、解像度を72ピクセルパーインチにします。そしてそのまま作成をクリックします。そうするとこのように 1000×1000 ピクセルのキャンバスを作ることができるので、ここからキラキラブラシを作っていきます。ではまず最初にブラシツールをクリックして、そして先ほどと同じように下三角マークをクリックして、そしてレガシーブラシの中にある先ほどと同じレガシーブラシのホルダーに入っているクロスハッチ4というブラシをまず使っていきます。そして一旦閉じます。そしてブラシを作るときは黒で作っていきたいので、このブラシの色を黒にしていきます。そしてレイヤーを1枚足して少し大きくするために大括弧でこのように大きくしていきます。そしてこんな感じでワンクリックします。そうするとこのようにクロスハッチのブラシを反映させることができました。で、これを元にもう少しキラキラ感を足していこうと思います。では次に少し角度を変えてもう一度描いていきたいので、またレイヤーを1枚足して、そしてこの角度を変えるために矢印マークをずっと押し続けます。そうするとこのように角度が変わるので、こんな感じで90度ぐらいになったら真ん中と真ん中が合うようにこんな感じで設定します。そしてワンクリックします。そうするとこんな感じになります。で、これだと先ほどと同じ大きさになって少し雪っぽい感じになってしまうので、一旦コマンド Z で戻ってちょっとサイズを大きくしていきます。では大括弧でこんな感じで大きくしていって、真ん中に合わせてまたクリックします。そうするとこのようにちょっとキラッとした感じになります。で、もしちょっとこの後角度を変えたい場合はレイヤーを分けているので、動かしたい、移動させたい、角度を変えたいレイヤーの方をクリックしてコマンド T を押して、こんな感じで角度を後からでも変えることができます。そして次に真ん中のところにポンとソフトエンブラシで描いていきたいので、またブラシツールをクリックして、そしてブラシの種類を一番上にあるソフトエンブラシにします。そして流量を少し下げていきたいので、40ぐらいにしたいと思います。そしてレイヤーは分けてやってもいいのですが、今回は分けずにこのレイヤー2の方にやっていこうと思います。では大括弧で少し小さくしていって、こんな感じで真ん中にめがけてポンとクリックします。そうするとこのようにちょっと淡くぼやっとした感じのソフトエンブラシが反映されました。で、このままだとクロスハッチのこのギザギザ感が残っているので、これをぼかしていきます。では上のレイヤーをクリックして、そしてぼかしをかけるために上のフィルターからぼかし、そしてぼかしガウスを選びます。そしてここはちょっとギザギザ感がなくなるぐらいのぼかし加減にしていきます。今回は 4.5 ぐらいにしたいと思います。そして OK をクリックします。
そうすると先ほどちょっとギザギザ感があったのですが、それがぼやっとして滑らかになりました。では下のレイヤーも同じようにぼかしをかけていきたいので、レイヤー1の方をクリックして、上のフィルターからまたぼかしガウスをクリックします。そしてこちらはちょっとサイズが小さいので、もしかけすぎかなと思ったら少し下げていきます。で今回は3ぐらいにしたいと思います。そして OK をクリックします。で今ちょっと見ていると少しずれているので、上のレイヤーをクリックしてコマンド T を押してちょっと上にしていきます。キーボードの上をクリックするとこんな感じで細かい設定ができるので、こんな感じで動かしていきます。でこれで OK かなと思ったらエンターを押します。でこんな感じでキラキラブラシが出来上がりました。ではここからブラシとして登録していきます。では上の編集からブラシを定義をクリックします。そしてここのブラシの名前を自由に変えていきます。キラキラにしていきます。そして OK をクリックします。そうするとこのようにもうキラキラブラシが出来上がったのか分かります。では一旦このレイヤーを非表示にしたいので、左の目のマークをクリックして非表示にしていきます。そしてレイヤーを1枚足してちょっと分かりやすいように色を変えていきます。ではここの色のところをクリックして、キラキラなのでちょっと黄色っぽくして、そして OK をクリックします。そしてクリックするとこんな感じでキラキラができました。で今流量がそのまま 40% になっているので少し上げていきます。そしてレイヤーをもう1枚足してやってみるとこんな感じになります。でちなみにこのような写真にもこのキラキラブラシは使えると思うので、こういう場合は写真の上にレイヤーを1枚足して、そしてブラシをクリックします。そしてキラキラブラシを選びます。このキラキラブラシは登録すると一番下に出てくるので、一番下のところを見てキラキラとなっているところをクリックします。そして色を白にしたいので、この色のところをクリックして白にしていきます。そして OK をクリックします。そしてサイズを少し小さくしていきたいので、大括弧で小さくして、そしてこんな感じでクリックすると少しキラッとした感じになります。でこんな感じでキラキラを加えることができたのですが、プラスアルファでレイヤースタイルの光彩外側や内側を加え、よりキラキラ感を出すこともできます。でちなみにレイヤースタイルについてはこちらの動画でアップしているので、詳しく知りたい人はぜひそちらをチェックしてみてください。ではこのブラシを使ったレイヤーの右側をダブルクリックしてレイヤースタイルを開きます。そしてレイヤースタイルの中にある光彩外側をクリックして、ちょっと色をこのダイヤの色にするために、こんな感じでスポイトでダイヤの色をクリックします。そして OK をクリックします。そしてここでスプレッドやサイズなども調整していって、また光彩を内側をつけたいときは光彩内側に行って、そしてこちらでも色を選んでいきます。そしてサイズなどをこのように調整して、そして OK をクリックすると、このようにレイヤースタイルをかけたキラキラ感を加えることができます。こちらがビフォーで、こちらがアフターです。結構キラッとした感じになります。こういう風に写真にキラキラブラシを使うこともできます。では3つ目に、絵文字のようなひし形のキラキラブラシを作っていきます。では先ほどと同じように1000ピクセル ×1000 ピクセルのキャンバスを用意します。ではまず多角形ツールを選んで正方形を描いていきます。でこの時、いや長方形ツールでもいいじゃんと思う人もいると思うのですが、この後少しトゲトゲした感じにさせたいので、そういう場合は長方形ツールではできないんです。なので正方形を描きたいのですが、長方形ツールではなく多角形ツールを選びます。では多角形ツールが選べたら、上のこの六角形があるところをクリックして、四角形にしたいのでここを4というふうに設定していきます。そしてその後正方形を描いていきたいので、シフトを押しながらクリックしてドラッグするとこのように正方形が描けるので、これで離します。そしてちょっと動かしたいので、この多角形というレイヤーをクリックしてコマンド T を押して少し真ん中に動かしていきます。そして今ピンクの線がある状態なのですが、これを線のところをクリックして斜線にして線をなくします。そしてその代わりに隣にある塗りのところをクリックして、そして後でブラシとして設定していきたいので黒で設定していきます。そして閉じます。そうするとこのように正方形が描けました。でこの正方形をちょっとひし形っぽくしていきたいので、多角形のレイヤーをクリックして、この右側にあるこの3本線に丸がついたマークをクリックします。そうするとプロパティが開けます。もしここにない人は上のウィンドウからプロパティに行きます。そうすると同じようにプロパティが開けます。そしてこのプロパティの中にある星マークがあると思うのですが、これを変えていくと少しひし形っぽく、ちょっと内側に入っていく感じに形を変えることができます。では今回はこれを 50% にしたいので50と打ってエンターを押します。
そうするとこんな感じでちょっと手裏剣っぽい形になりました。ではこのままプロパティを一旦閉じたいのでプロパティを閉じます。そしてこのままだとちょっと手裏剣っぽくなってしまうのでちょっと角度を変えていきます。では多角形のレイヤーをクリックしてコマンド T を押して、そして角度をこのように変えていきます。とんがっている部分が上に来るような感じにしていきます。そして今このキラキラのここの内側に入っている点が少しカクカクしているので、これをペンツールを使って滑らかにしていきます。でペンツールについてはこちらの動画でアップしているので、ペンツールの使い方など知りたい人はぜひそちらをチェックしてみてください。ではツールバーにあるペンツールをクリックします。そしてこの多角形のレイヤーが選択されていると、このようにシェイプのパスがもう作られています。このパスの形を変えてここのカクカクした部分を滑らかにしていきます。ではまずここの部分を変えていきたいので、ちょっとズームしていって、そしてここの点を選びたいのでコマンドを押しながらこの点のところをクリックします。そうすると他の点が白くなったのでここだけ選択されました。そしてその後オプションを押しながらクリックしてドラッグしていくと、こんな感じでペンツールの動画で詳しくアップしているのですが、ハンドルというものが出てきて少し滑らかになったのがわかると思います。直線から曲線に変わったところでこのように離します。そしてこのままはいをクリックするとカクカクしたところがこんな感じで滑らかにすることができました。でこれを他の4つのところでも同じようにやっていきます。では今度は右側をやっていきたいので、また同じようにコマンドを押しながらここの点をクリックします。そうするとここの点が選べたので、またオプションを押しながらクリックしてドラッグします。でこの時気をつけたいのが、今右にドラッグしたので結構綺麗な曲線になったのですが、反対に左にこのようにスライドしてしまうとちょっとくるりんとした線に変わってしまいます。これは向きがちょっと逆になってしまっているので、こうなった場合は逆の右側にドラッグしてみてください。そうするとこのように曲線が描けます。でこれを他のところもやっていきます。はい、ではこんな感じでカクカクしたところが滑らかになりました。でここで例えば上の方を少し長くしたいキラキラブラシを作りたい場合は、先ほどと同じようにコマンドを押しながらクリックして点を選んで、そのまま今度はコマンドを押しながら上にドラッグします。そうするとこのように形を変えることができるので、これで離すと上に長いキラキラにすることができます。下も同じようにクリックして下にドラッグして離します。そうするとこんな感じでちょっと縦長なキラキラを作ることができました。でここでブラシとして設定していこうと思います。でちなみにもし絵文字のように2つキラキラをブラシとして設定したい場合は、この多角形のレイヤーをクリックしてコマンド G を押して複製させます。そしてコマンド T を押してちょっとずらして、あとサイズを変えたりして、でこんな感じで置いていくと絵文字っぽい2つついたキラキラを作ることができます。で今回はちょっと分かりやすいように1つのキラキラにしたいので、この複製したレイヤーはクリックしてドラッグしてゴミ箱に捨てます。ではこれでブラシとして設定していきます。では先ほどと同じように編集からブラシを定義をクリックします。で名前を変えていきます。名前が書けたら OK をクリックします。そうするとこれでブラシとして設定できました。では一旦この作ったレイヤーは非表示にして、そしてレイヤーを1枚加えていきます。そしてブラシツールを選んで、で今すでにキラキラブラシになっているので少し大括弧で小さくしていきます。そして色を選んでいきます。で今回もじゃあ黄色っぽくしていきたいので黄色を選んで OK をクリックします。そしてクリックするとこんな感じでキラキラのブラシを作ることができました。そしてこのブラシも写真に使う場合はレイヤーを1枚足して、そしてブラシをこんな感じで使うとキラキラっとさせることができます。で今ブラシはスタンプのようにポンポンと置いて使っているのですが、もしこれをクリックしてドラッグしてしまうとこのように感覚がないブラシになってしまいます。なので連続して使いたい場合はブラシの設定を変える必要があります。でブラシの設定についてはこちらの動画で詳しくアップしていますが、今回はささっとやっていきます。ではまずこのブラシのマークをクリックします。ブラシセンターのシェイプの間隔というところをクリックしてドラッグするとこのように間隔を開けることができます。そしてシェイプに行って、あとサイズのジッターをこのように変えてみるといろんなサイズがランダムになります。そして散布に行って、この散布のところをドラッグしていくと今度は上と下でこのように散らばっていきます。ではこんな感じにしたいので一旦閉じます。では見えやすいようにこの描いたレイヤーを一旦非表示にして、そしてもう一枚レイヤーを足していきます。そして先ほど設定したブラシでクリックしてそのままドラッグしていくとこんな感じで
もう間隔が空いたキラキラにすることができます。なので、まあ、クリックしてドラッグして間隔を空けて設定したい場合はブラシ設定で設定してみてください。はい、今回はフォトショップの3つのキラキラブラシについて見てきました。まあ、1つ目は元から入ってるキラキラブラシ、そして2つ目と3つ目はそれぞれ違うキラキラブラシを作ってみました。まあ、1回作っておくと結構いろんなところでパッと使えて便利なので、ぜひ一度作ってみてください。フォトショップのキラキラブラシ作るの簡単じゃんと思った人はいいねとチャンネル登録お願いします。見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ランダムに散らばっていきます。散らばれまれて散らばれまれまれて